はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます今回は心理英単語 A to Z ということで心理学の英単語の勉強ですね えー、大学院入試や、えー、英語の、えー、論文や書籍をスラスラ読めるように、えー、将来的にはそういうふうになりたいなんていうふうにお考えの方にお役立ていただければと思います。えー、今回は臨床心理学精神医学分野の L から始まる単語をですね、えー、まあ以前にもあのー、 L はやったんですけれども、あの、お話ししたんですけれども、ちょっと少なすぎたので、少し追加、えー、してご用意いたしました。でも今日も、あの、5個程度です。えー、さあ、見ていきましょう、えー。自分で一旦は考えたいという方はですね、その都度、えー、単語が切り替わるたびにですね、動画を止めてお考えください。えー、まず、えー、ラーニングディフィカルティーですけれども、えー、いかがでしょうか。